高畑町の稲作農家。特定非営利活動法人、ファンドアースジャパン代表理事。山形県立高畑高等学校臨時教師。山形県東沖多摩郡高畑町にて夫婦で、営農。若手自然栽培農家として、メディア SNS で発信し、自然栽培による地域活性化に尽力している。1976年1月10日。 山形県東沖多摩郡高畑町、福沢の農家に生まれる。山形県立米沢工業高等学校を卒業。19歳でロッカーを目指し上京。2001年、東北工業大学を中退し、飛び職になる。2008年、奇跡のリンゴ、木村明則の,の番組を見て、自然栽培に出会う。2009年、大規模水棟自然栽培農家。 秋田県大型村の石山の利に指示。2010年、帰京して、江戸時代から続く、14代中川吉江門を、襲名収納。2014年、自然栽培を、環境保全型農業直接支払い交付金の、対象にする運動を推進。2016年2月、全国の仲間たちをめぐるツアー、一人のフューチャーを開始。 4月5日、山形弱旦那選抜総選挙1位。2017年4月、山形県立高畑高等学校の臨時教師に就任。ありがとうございます。